食料の生産や発電や物流などが全て AI によって自動化することができたら、人類の大多数は働く必要がなくなるので、ベーシックインカムも実現できてしまうんじゃないかと思ってるんですが、もしそれが可能だとすると、秀樹さんの言われたベーシックインカムよりも割と早く実現しそうな気がするんですが、どう思いますか？無理です。まずAI が自動化することによって、 AI でいろいろなものが自動化することによって、その AI をうまく使った企業はめちゃめちゃ儲かります。で、その企業というのは多分アメリカか中国の会社です。で、アメリカと中国の会社がめちゃめちゃ利益を上げたとして、なぜ日本人にベーシックインカムを払うんですか？ではその日本の会社がめちゃめちゃ儲かって、すげえ納税の額が上がって、日本がボロ儲けになって、じゃあ日本人に対しての福祉というのが増えるという可能性はあると思うんですけど、残念ながら AI の企業でうまくいくのはアメリカか中国です。いや、そのめちゃめちゃ頭のいい人を大金払って集めまくって、 Google みたいなところですでに大量のデータがあるところでが AI でやるか、もしくはその本来であれば法律上そんなデータ取れねえよっていうデータをバンバン取っちゃうっていう法律が関係ない中国で、で中国のどっかの都市で信号を完全に AI が処理することによって渋滞を減らすのと、警察と救急車みたいな緊急車両をめちゃめちゃ早く飛ばすっていう街があるんですよ。だからその緊急車両って一応あるんですけど、でもそのなんかサイレンが鳴ったら、なんか青だけどサイレンが鳴ってるから車が行かないようにしようって自主的にするんだけど、でもやっぱり車が入っちゃってたりして、その緊急車両が止まって緊急車両を取り回すって日本をやるじゃないですか、まあ、フランスもやるんですけど、で中国の場合は緊急車両がここからここに向かってるっていうのが分かった時点で周りの信号を全部止めちゃうんですよ。なのでそもそも青信号で交差点に入るという車がないので、その救急車ってアクセル踏みっぱなしでいいんですよ。っていうのでバーンって一気に行って、でそこでそのなんか怪我人乗って、で今度は病院に行くっていうのが決まったら、こっからここのルートの信号を全部止めるっていうのを自動的にやる。で、まあ、警察が犯罪をしたところもやるっていうのをやってる街があるんですけど、でそれって要はその全ての交通情報とどういう車がいてっていうのも、その AI でその全部録画して、で車のナンバーとか見て、こういう車がこう移動してるよねとか、で要は渋滞が分かるっていうのは、ここに何台の車がいるというのも全て分かってるんですよ。なのでこの車がここに移動しました、この車の運転手は家からこのラブホテルに入りましたっていう全ての情報をその都市の政府は持ってるんですよ。なのでそのラブホテルに車で行った人は全て政府は把握してるんですよ。この車の持ち主は何々さんで、この何々さんはラブホテルに行きました、でここの何々さんの家の前で泊まったので相手はこの人ですっていう情報も全て政府が持ってるんですよ。でそれ良いですかっていうので、多分日本でやるとするといや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 っていうのでアウトになるんですけど、中国は個人情報とか知ったこっちゃないので勝手にやるんですよ。なのでその誰がどこに移動して誰と会ってるっていう情報も全て政府が把握してますよ。でも便利な街を作りましたっていう、で作られた AI の道路制御システムってやっぱ便利じゃないですかっていうのを多分日本は買うことになるんですよ。なので残念ながらアメリカと中国に勝つことはできないので、日本にベーシックインカムっていうのはこの要は AI で儲かったから日本の納税額が増えるっていうのは難しいんじゃないかなと思います。そうですね、ラブホの滞在時間も把握してるんで、こいつ20分で出てきたよとか、こいつ15分で出てきたよとかも政府が把握してるんですよ。というわけでお疲れ様でした。